質疑の申し出がありますので順次これを許します。竹下渉君。竹下君、おはようございます。自民党の竹下渉でございます。大臣所信に対しまして質問をさせていただきます。まず何を言いましても今の原発の事故、日本にある54基の原子力発電所、まずは地震津波に対する備え、その後どうなっておるか、堤防を高くするとか電源を確保するとかいろんなことをやっておるというふうに伝わっておりますが、現状がどうなっておるか、お話をいただけませんでしょうか。はい、どの、はい、どうぞ。中根経済産業大臣政務官。おはようございます。竹下先生にお答えを申し上げます。今回の東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ、原子力災害発生後の初動の危機管理は官邸主導で行うこととし、これを支える体制を強化することを基本的な考えとし、原子力規制庁の発足時期に合わせて原子力災害対策特別措置法改正や防災基本計画や原子力災害対策マニュアルの改定作業を進めているところでございます。また原子力安全委員会における避難等の基準を含めた防災指針の見直しの検討の中で、緊急時に直ちに避難を行う予防的防護措置を準備する区域パズと言っておりますが、おおむねこれは5キロ圏でございます。いや、緊急時防護措置を準備する区域 UPZ おおむね30キロでございますけれども、等の考え方が示されたところでございます。こうした避難のあり方の詳細については地域自治体が策定する地域防災計画に盛り込まれる必要があり、経済産業省といたしましてはガイドラインをお示しするなど地域防災計画の作成の支援をしていくことが重要と認識をしております。さらに今般の事故対応では原子炉データの転送伝送や各拠点間の情報共有に極めて大きな障害が発生したことから、第三次補正予算等を手当てするなどして情報通信手段の強化を図ることといたしております。加えて改正後の原子力災害対策特別措置法等に基づき、原子力事業者に実践的な防災訓練を指導し、オフサイトセンターの見直し充実や政府の防災政府の対応体制の整備等を通じて緊急時対応に万全を期してまいりたいと考えているところでございます。以上です。竹下渉君。何言ってるかわからなかったですね。具体的に例えば十数メートルの堤防を全部設置終わったのか、あるいは第二次電源が安定的なところにすべて設置を終わっているのか、実はそれだけじゃなくて、私は大事なことは全部オープンにしないということだと思うんです。どこにどんな電源があって、どこにどんな配線があって云々ということを全部オープンにするということは、安全保障上これは本当は言いづらいことですが、テロ対策上やってはいけないこと。大事なことは全部オープンにしないと、大事な部分はオープンにしないということも含めて、しっかりとした対応をしていただきたいと、このように考えておるところで、ございます。また例えば島根県の場合、原発1号機2号機、今止まっております。そして3号機がもうほぼ完成をいたしておりますが、稼働していないという状況にございますが、先ほど政務官がお話になった5キロ圏あるいは30キロ圏ということがございましたが、島根県庁も松江市役所もオフサイトセンターも島根県警本部も原発から9キロのところにございます。もし何かあったらじゃあどうすればいいんだというのは、県としてももう本当に悩みに悩んでいろんな対応を考えて、臨県にまで含めて
広島、山口、岡山、鳥取に避難をさせていただきたいと、その時には受け入れていただけますかということも含めて検討をいたして、準備をいたしております。これは今すぐどうこうするというのではなくて、やっぱり起きても安全な体制を作るんだという安心安全の、いわば礎を作るための方策としてやっておると、いわばハードの面でしっかりと防御を取る、そしてソフトの面で、それでも人間のやることですから、何かが起きるという、起きないという保証はないわけでありますので、その時への備えをしっかりとしておくと、さらに当然避難訓練その他も含めてやらなければならない点は多いと、このように感じておるところでございます。ぜひとも、どういう基準でそのオフサイトセンターを含めてみんな10キロの範囲の中に あるかという点は、多分昔はそれでいいだろうという判断であったであろう。何せ、合併したからではありますが、県庁所在地である松江市の中に原子力発電所が3基あるというのが現状でございます。いわばそうですね、羽田空港あたりに原子力発電所があると、東京で言えばそういう状況にあるということをご認識をいただいて、しっかりした対応を示していただきたいし、国としてどうするんだと、県に全部任せても県庁で全て対応できることではありません。国としてどうするんだという方針みたいなものをもっともっとはっきり示していただきたい。私どもが危惧をいたしておりますのは、一つは4月1日から原子力規制庁が発足をいたします。そこに向かって例えば保安院とか原子力委員会、俺たちの、こんなことはあっちゃいけないんですが、俺たちの仕事は3月31日までなんだということで、そのつなぎ目の間に空白が生じないかということも我々真剣に心配をしておるところ、本当に4月1日にできるのかと、きちっとした切れ目のない原子力行政というものが、あるいは安全の確保というものができていくのかということも含めて大変心配をいたしておるところでございます。この規制庁の発足、そしてそれに向けての準備、切れ目が本当にあるのかないのか、あったらもう困りますが、しっかりとしたお答えをいただきたいと思います。はい、中根政務官。竹下先生ご指摘の点は大変重要な点ばかりでございます。まず30極圏ということで言えば、鳥取県なども含まれてくるということでございますので、そういう隣接県も含めた避難がどのようになるか、どのようにしていくかということでございますけれども、島根原子力発電所におきましては、仮に今回の東京電力福島原子力発電所のような事故が発生すれば、近隣の鳥取県も含めた避難が必要になると想定をしておりますので、あらかじめこうした事態も想定した避難計画を検討しておく必要があるということにつきましては、竹下先生と認識を共有させていただいております。特に医療や介護を必要とする被災者を受け入れる施設は島根県内だけでは不足をするということでございますので、受け入れ先の確保が大きな課題になると認識をしております。すでに島根県におかれましては近隣の県と連携をし避難計画の検討を進めていると承知をいたしておりますが、国としても必要な調整を行うなど、島根県等の取り組みを支援をしてまいりたいと考えております。また島根県のオフサイトセンターは、先生ご指摘のように島根原発から約9キロ離れております。ただし県庁から約300メートルの距離にあるため、福島のような事故が発生した場合にはオフサイトセンターと県庁が同時に
放射性物質の影響を受けるということが想定をされます。また代替オフサイトセンターとして指定されている松江の合同庁舎は同発電所から約13キロ、オフサイトセンターから見ても4キロという距離にあり、今回の東京電力福島第一原発事故のようなことが発生した場合には代替施設として活用できない可能性もあります。事故対応の拠点となるこうした施設のあり方については原子力安全委員会の中間取りまとめにおいて、原子力施設から十分離れ災害の影響の小さい位置かつ緊急時スタッフの確保が容易な位置に設置する必要があるとされております。今後地元ともよく相談をして検討してまいりたいと思っています。また4月1日に原子力規制庁が発足できない場合においても、当然先生ご指摘のように切れ目のない対応をしていくのは当然必要なことであると認識をさせていただいております。竹下渉君、ぜひ十分な体制を取っていただきたいと本当にこれは心から思います。そして今ゆうべもかなり大きな地震が2カ所で発生をいたしました。今国の正式な文科省の見解では30年以内に 70% 以上の確率で首都直下型地震マグニチュード7程度という想定のようでございますが起きるというのが、これが公式な見解だと伺っております。じゃあその時にどうなるだろうと大変危惧をいたすわけであります。火災の起きる時間だったらどうなんだろうか、あるいは夜間だったらどういうことが起きるんだろうか、いろんなことを自分の頭の中でぐるぐる考えながら本当に大丈夫かなということを考えざるを得ない。確か首相官邸の地下をはじめ数箇所に、まあ、いわば指令センターあるいは情報が集まるセンターというものが防衛省とか立川とかいろんなところにあるということは伺っておりますし、防衛省の施設も立川の施設も私はかつて視察に行ったことがございますが、首都直下型の地震が起きた場合、首都圏にそういうものが数箇所あっても全部一緒にやられちゃうんじゃないか、あるいはそこはやられなくても総理なりあるいは防災あるいは緊急復旧にあたる役所の皆さん方が駆けつけられない状況というのが首都圏で起きるのではないかということも心配をいたしておるところであります。まあ、そこで、まあ、一つのものの考え方でございますが、数百キロ、500キロとか1000キロ離れたところに、まあ、もう一つ防災の拠点を作ったらどうだという議論、我々も議員連盟の中で何十回と議論を重ねてきたところでございます。大企業に話を聞いてみますと、BCP 事業継続計画というものをそれぞれ持っておって、例えばインフルエンザでこの工場が閉鎖になったらどうする、あるいは首都圏の大地震があって本社が機能しなくなったらどうする、それぞれそれでも事業が継続できるような計画をそれぞれ持っておるというふうに伺っております。そこで政府にお伺いしますのは、一つはそのいわゆるバックアップシティといったような考え方の準備ができているのかどうか、もう一つは BCP 事業継続計画といったようなものがそれぞれの少なくとも役所ごと、役所を一つの企業と考えてもいいんですが、役所ごと、そしてそれを統括する防災担当大臣の下で国家の BCP がの考え方あるいは計画というのはどうなっているのか、で我々衆議院に所属をいたしておりますが、例えば大地震あるいは今回の原発事故といったようなことを考えますと、
国会を東京以外のどこかで開かなければならない事態、長い間政府が移動するということになりますと、そういうこともあり得るだろうと。じゃあ衆議院参議院に本当にそんなその事業継続計画に近い、考え方があるのかどうか、そういった点を含めて大臣のお考えを伺いしたいと思います。中川防災大臣。改めておはようございます。どうぞ今日もよろしくお願いをいたします。首都、直下型地震に関しましては、特にこの東日本大震災の影響を受けまして、専門家の中ではですね、地下の応力が変化をしてきているということがあって、前にも増したその切迫感でもって、この対応をしなければならないということが指摘をされておりまして、先ほどご指摘をいただいたものに対する検討についても、私もこのポストについてからとにかく時間との勝負だから、もっとその計画を早めてですね、で検討の結果を出して、でそれが結果を出したということだけじゃなくて、しっかりとその体制が組める状況にしていくようにという指示を今しておるところでございます。で、その上に立って、少し経緯をお話をさせていただきたいと思うんですが、これまでは平成17年に定めております予防から応急復旧復興までの対策のマスタープラン、首都直下地震対策大綱、これが基本になっております。で、特に発災後3日間程度の応急対策活動期においても途絶することなく継続性が確保されることが求められるという、これが基本的なこの大綱の要旨なんですが、それに基づいた対応をこれまで考えてきたということであります。で、今この大綱について全面的に見直していこうということを作業を始めておりまして、で、その母体というのが平成23年10月に設置をしました首都直下地震に係る首都中央機能確保検討会というものでありますが、これで検討をしてきたということであります。今月7日にこの防災対策推進検討会議のもとに改めてですね、首都直下地震対策を検討するワーキングチームというのを作りまして、で、この関東大震災クラスの地震も含めた対策の強化をしていくということで、今まさにその検討をしている最中であります。で、その中で先ほどご指摘されたように専門家の中のその分析でですね、これまで想定してきたよりも浅いところでこの直下型地震が起きる可能性があるということで、マグニチュード7でありますが、それが震度としてどういうその形で表面に影響を及ぼすかということですね。これを一つはこのワーキングチームの中で専門家集団でだいたい予測をしていくという作業が一つあります。で、それに基づいてもうすでに始めているんですが、先ほどご指摘の出た BCP ですね、各省庁でどういう形でこの BCP を確保していくかという検討がずっとなされているんですけれども、今の想定がどうも私の感覚では甘いということを指示をしておりまして、もう少し深掘りをした想定をシビアなものにした形でこの BCP を再検討するようにということ、これを指示をしております。で、もちろん各企業についても先ほどご指摘ありましたように、それぞれの企業の BCP を、検討していくということで、この間もそれぞれ産業界とのその説明会といいますか懇談会を持ちまして、私も出席をして、その辺の対策をですね、
さらに進めていこうということを、申し上げたところであります。で、東京都とそれから国との間で、その検討会を一つはしているということで、これは避難とか、それから首都圏の住民対策ですね、この避難対策を中心にした検討会を一つ設けておりまして、でそれが今議論を進めているということ、それからもう一つはこの首都機能、これは先ほどの各省庁の BCP も含めた形でどのように確保していくかという議論をしているということ、でこれをすべてワーキングチームにまとめまして、でまとめた上でさっきお話の出たバックアップ機能ですね、ダウンをしたときに、首都圏のそのものがダウンをしたときに、そのバックアップをどうしていくかということ、このことも含めてこのワーキングチームで、しっかり、対策を立てていくということ、こんなことをシナリオとしてですね、今進めております。できればこの夏ぐらいにこのワーキングチームの中間報告を得て、でその中でまた対策をさらに進めていきながら、今年の冬あたりでですね、総合的な結論を出して、で対抗の、一つの見直しに結びつけていけるというふうなスケジュールで頑張っていきたいというふうに思っております。竹下渉君。いろいろやっていらっしゃることは今大臣の話で分かりましたが、国民感覚といいますか庶民の感覚で言いますと、もっと事態は切迫しておると、目に見えるものをもう少し早く出していかないと、その安心感は出てこないのではないかなという懸念を持っております。ぜひ急いでやっていただきたい。そして大地震だけではない、アメリカがよく取る手法でありますが、その地震で直下型地震で機能が麻痺した時という前提ではなくて、原因は何でもいいんです。首都機能が麻痺した時にどうするかと、原因はいろんなことが考えられる、大隕石が落ちてくることだって考えられる、原因は何でもいいけれども、その時にどうするかという物事の発想、地震という原因にとらわれずに、ぜひ国家としてのまさに生き残り、そして国家機能を一日も早く立ち上げる、復活する道筋というのを示していただきたい、このように思う次第であります。それでは次に通常災害といいますか、私は田舎者でございますので、田舎の防災対策、日本列島はまさに災害列島の上に乗っておるわけであります。地震は日本中どこでも起きます。さらに、去年和歌山県三重県で起きたような台風による災害、水害、山崩れ、今新潟で起きている土砂崩れといったようなものは日本中まさにどこでも起きる。そして多くの場合、土砂崩れ、水害等々、人命に大きな被害が出るのは中山間地帯で起きる。そこの防災力が、限界集落になっていくこと等々でどんどん弱まっているのではないか。しかし田舎が壊れたら日本は壊れると、こう思っております。ここへの対応というのをますますというよりしっかりとやっていかなきゃならんという点が一つであります。そしてもう一つは、今回の東日本大震災の時もいろいろ参考になりましたが、学校というものが防災の拠点、あるいは避難場所になったり、一時的なことも含めて避難場所になったり、その地域のコミュニティのど真ん中に位置しておるわけでありますので、そういった点を考えますと、その避難する場所の防災対策、例えば耐震化といったようなことが果たして十分できているだろうかと危惧を抱かざるを得ないと、このように考えます。今小中学校に限ってでもいいんですが、
私が卒業した小学校は廃校になりました。だけどその近くに統合小学校があって、そこはまあいわば耐震化工事を施した校舎に新たに生まれ変わったわけであります。今日本中で起きております現象はもう廃校だらけ、そして統合する学校ができたり、あるいは防災拠点として、しかも防災を考えますと学校というのはスペースはありますが、トイレの数の問題ですとか、あるいは毛布の備蓄ですとか、あるいはとりあえずの、まあ、正直言って2日3日ぐらいは孤立するということも想定しなければいけませんので、その時の食料の備蓄ですとか、そういったものがその学校を耐震化するだけではなくて、そういう準備ができているかどうかお分かりになる範囲で結構ですので、お答えいただきたいと思います。どちら答えますか。長浜防災大臣。まず前半の部分でありますが、それぞれ地方についてのですね、災害対策は地方都市等における地震防災のあり方に関する専門調査会というのが今動いておりまして、もう数日でこれの報告が出てくる予定であります。で、まあ、そんな中でその地震発生時における課題や教訓、実際の対応を踏まえて検討結果と、それから自治体が実施すべき災害対応のチェックリストであるとか、起こったときにこれとこれとこれと満たされているかというのは具体的にチェックしていけるような、そういうものであるとか、あるいは自治体がこんな対応しているというその事例集ですね、これを発表をして、でそれぞれに生かしてもらうというふうなことを考えております。でその中で先ほどご指摘のありました中山間地域については、いろんな問題を抱えているということで、特に、その支援する側の高齢化、消防団を作るにしてもですね、その消防団そのものが高齢化をしてきているというふうな、そういう状況なども踏まえた対策を考えていかなければならないということだと思いまして、そこについてもこの中で検討をしていくということにしております。だから学校の対策についてはまさにおっしゃる通りでありまして、私も文部科学省にいたときにですね、特に東日本大震災について復興計画を立てていくときに、まず学校中心に考えろと、その学校をここにするということをその決定すれば、そこでコミュニティがやっぱり出来上がってくるんで、学校を中心にコミュニティの再構築というのをやっていこうじゃないかということをプログラム化をしました。でその中で先ほどのいわゆる避難地といいますか、避難所の拠点になっていくということを前提に考えていった場合には、さまざまなその学校機能だけじゃなくて避難所としての機能をそれにこう付帯させていって、でトータルでこういう学校づくりをしていくんだというようなものができるような、そういうプログラムを設定をしまして、で各県の教育委員会に、そうした前提で地域に学校づくりを下ろすようにということを、流しました。で、それは今の東日本だけではなくて、でき得ればですね、日本全体の防災計画の中にその学校を再定義をしていくという作業にぜひ持っていきたいというふうに考えておりまして、しっかりご指摘をいただいたことを受け止めさせていただいて、頑張っていきたいというふうに思っています。文部科学大臣政務官。お答えを申し上げます。今中川大臣からこの概略のところはお話していただいたと思います。細かいところを少しだけ申し上げさせていただきたいと思います。耐震化そのものということで申しますと、公立小中学校では平成23年の4月1日現在が
80.3%、そこから今、長寿した相談をしながら、事業のできる限りの前倒しを図っておりますけれども、平成24年度の予算案が執行されますと、耐震化率は 90% まで参るということであります。先ほど大臣からありました、防災機能の強化、避難所機能の強化でありますけれども、そうした耐震化とともに、これまではなかなか手がつけにくかった分でありますけれども、例えば先ほど備蓄倉庫でありますとか、あるいは炊き出しのために使えるような給食施設の整備ですとか、あるいは高齢者の方々が避難されてきたときに、お手洗いを使いやすいようにそのトイレのバリアフリーですとか、あるいは非常用電源としての太陽光パネルですとか、そうした一つ一ついざというときを想定した部分と合わせ合わせたということであるならばというところでの整備を現在進めておるということであります。今後も生じた要望をしっかり聞きながら取り組みを進めてまいりたいと思います。以上でございます。竹下君、ぜひしっかりとやっていただきたいと、おっしゃったように学校は地域のコミュニティのど真ん中ですから、ここがしっかりしているということは安心安全の一番の基本であるというふうに痛感をいたしております。時間になりましたのでこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。